こんにちは、メンズの松です。松の食ラジ第48回の収録でございます。はい、早速ですね、今回食べるお菓子になるんですけれども、紹介したいなと思います。親戚の方がですね、うちの、僕の親戚にあたる方がですね、ちょっとディズニーランドにできたみたいで、今コロナでね、結構入園とかも限られているみたいなんですけれども、前々から予約していたみたいで、どうしても行きたかったっていうことで行ったみたいなんですけれども、外ね、お土産を送ってくれて、直接会うのは危ないからっていうことでわざわざ送ってくださって、そちらを食べようかなと思うんですけども、ちょっと可愛くて、パッケージがもうインスタグラムではもう先にあげちゃってるんですけれども、普通の、いわゆる、ディズニーのクッキーなんですけど、ココアナッツ味と、ココアと、なんちゃらナッツ味、ココアナッツとチョコチップか合ってたねの味のクッキーを、中に入ってるんですけど、それをちょっと食べたいなと思います。どっちにしようかな、チョコチップにしますわ。僕チョコチップ好きなんで、いただきます。シンプルな美味しいチョコレートです。チョコレートのクッキーですね。結構ね、サクサクやね。あ、美味しい。後味が美味しいな。なんといってもディズニーはもうパッケージ、ここがね、もう可愛いですし、もう一個一個ね、デザインこだわりすぎやろいうぐらいこだわってるんで、どんなクッキーかはね、ちょっと説明はしづらいんで、ちょっと僕のインスタ見てもらったら分かりやすいかなと思うんですけども、皆さんね、僕は大阪に住んでるんで、東京とかね、なかなか今特に行けないですけれども、ディズニーランドね、これから行かれる方とか、気をつけて行っていただきたいんですけども、ぜひ見つけたらマジオの買っていただけたらなと思います。はい、ということで、松の食ラジ第48回はですね、こちらのクッキーを相棒にスタートしていきたいなと思います。ではスタートです。好きな食べ物はうまいもの全部、みんな一緒だよね。松の食ラジ、はい、ということで、今回のテーマに移りたいなと思うんですけれども、今回の第48回のテーマはですね、ちょっと男性の僕がね、語るのもちょっと難しいんですけれども、お化粧についてちょっとお話ししたいなと思います。お化粧といえば、基本は女性がするという、イメージがどうしてもあるんですけれども、韓国とかね、それこそ K-POP のアイドルさんの方とかに限らず、それこそ日本の俳優さんとかも、お化粧はされていると思いますし、男性でもね、もうされている方は結構今は増えてきているとは思うんですけれども僕はね、したことないです。お化粧は全くしたことなくて、もともと肌もよ弱いので、僕多分お化粧とか塗ったら荒れちゃうんじゃないかなとも思っちゃうんですけど、自分はね。なんですけど、やっぱこうお化粧するっていうことは、やっぱこう身だしなみを整えるとか、可愛くなりたい、かっこよくなりたい、綺麗になりたいとか、多分こう自分をこう向上させるための努力の結晶やと思うんですね、お化粧って。それの手段やと思うんですけれども、それこそね、僕、電車乗ったり、車乗ったり、いろいろしますけど、特に電車乗るときとかですね、朝時間なかったのかなとか、それこそちょっと寝坊しちゃったのかなっていう、女性の方が結構電車の中とかでお化粧とかされてる方いらっしゃるじゃないですかね。大変やなと思うんですよ、そういう姿を見てると。男は、それこそ化粧してる男性とかやったらね、同じようなことになるんかもしれないですけど、僕は化粧しないので、それこそ日本人の男性はまだね、されない方の方が多いとは思うんですけど、必要ないじゃないですか、特にしない人って。意識的にしようと思うこともなかなかないですし、それこそ僕を例に出すと、僕は朝起きて、顔洗って、ご飯食べて、歯磨きしてとか、で、ワックスつけたりとか、最近はあんまつけなくなったんですけど、帽子かぶったりとか、
言うたらもうパパパって早ければ10分ぐらいで終わっちゃうようなことなんですよね、まあ、男性って。まあ、ご飯はちょっと時間かかるかな。まあ、その身だしなみだけのこと言えば多分10分もかからん人もしかしたらいるぐらいで、だけど女性ってやっぱりこう、まあ、化粧をこう普段からしてる、それこそ外に出るためのなんか、まあ、エチケットに近いみたいなんですけど、なんかこう、まあ、しないと出れないというかっておっしゃってたんですよ、まあ、同僚の女性の方がね。まあ、それが普通になってしまったっていうのもあるかもしれないんですけれども、でも大変やなって思うんですよ、やっぱそういうのって。やっぱりこう毎日毎日、まあ、外に出るのも大変やと思いますし、それこそ会社とかやったらね、まあ、1週間に5日とか、まあ、出なければダメですし、まあ、休日にもし外出る、まあ、買い物に行くってなったとしても化粧しなあかんなとか、なんかそれこそ化粧用品のお金とかね、まあ、男性よりどうしてもかかるじゃないですか。それこそ女性とかやったら髪の毛もね長い方も多いですし、シャンプーの料金とかもかさんでくると思うんで、本当に大変やと思うんですね。で、まあ、それこそ化粧ってその女性ってこう、まあ、どれぐらいかけてやられるかちょっとわからないんですけど、まあ、かけて、まあ、自分のこういつもの自分を作り出すというか、まあ、外に出た時の多分自分を作り出してると思うんですけど、なんか男性って結構女性はよく聞くと思うんですけど、すっぴんみたいとかない方がいいっていう人って結構いるじゃないですか、男性って。あれってね、まあ、僕の意見が全て正しいとは思わないんですけど、まあ、僕の意見が通常やとは思わないでほしいんですけど、僕が思うのはいわゆる僕にだけ自分だけに見せてくれるその女性の隠し事みたいなのを知れることがやっぱ男性って嬉しいんですよ。すっぴんって普段ってまあ見せないじゃないですか、外に。多分女性も見せたくないと思いますし、それをこう自分だけに見せてくれているっていう、まあ、一つの快感に近いんですけど、なんかその女性の秘密を知っているというか、あ、僕が特別なんやっていうのをなんかそこで確認できているような気がするんですよね。だからこうすっぴんがいいって言ってる部分もそこにこう加算してると思うんですよ。もちろん普段ねこう化粧とかしてる女性の方を、まあ、男性はやっぱり外に出ると多く見るので、こう化粧がない姿っていう、こうナチュラルな姿っていうの、やっぱ小学校中学校の時ってあんましなかったじゃないですか、化粧とかね。だそういった頃をなんかこう振り返られるというか、なんか青春を思い出すっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、なんかこうね、その人の秘密をなんか一個知れたみたいな、なんかその人の彼氏彼女というか、多分すっぴんを見せるってなったら それぐらいのね仲じゃないと多分見せないとは思うんで、最低でもね、なんかこう一つのこう、まあ、さっきも言ったんですけど秘密を知れる、そこがやっぱこう男性にとってはとても嬉しいことだと思うんですよ。まあ、僕はねそうなんですよ、正直言って。やっぱりテレビとかね、それこそまあ YouTube もそうですし、まあ、雑誌とか見てても、まあ、綺麗な女性ってまあ大概って化粧してるじゃないですか。でその人らを見て、あ、男性とかも、あ、この人可愛いな綺麗やなとかってか、まあ、認識して、まあ、応援したりとか、可愛い綺麗って言うというわけなんですよね、やっぱりね。まあ、女性もそうだと思います。男性をこう見た時に、しっかりこうヘアスタイルとかも、してもらって、もうより完璧な状態で雑誌に写ってるわけなので、カメラとかもね、光当ててとか、いろんなプロ中のプロの人らのこう手が込んでああいうものができてるんで、そういうのを見てやっぱ可愛いな綺麗やなって思うように、やっぱこう街中に出た時も化粧とかしてる人とかも綺麗やなってもちろん思うんですよ。もちろん思うんですけど、ただその特別感っていうところになると、やっぱりそのすっぴんっていうところに男性はどうしても来てしまうっていうだけで、多分女性に例えると、なんかこう男性が自分だけに、好きな男性が自分だけになんかこう特別な扱いをしてくれるみたいな、それに近いと思います。なんか男性はね、女性に対してなんか特別な扱い、なんかこう上目遣いでされるとか、まあ、それは可愛いと思うんですけど、でもその可愛いって思っちゃうのって、別に彼女じゃなくてもなんかこうちょっとなんていうのかな、まあ、自分が例えば付き合ってる彼女がいて、例えばそのクラスの一番可愛いって言われてる女の子が例えばいて、その子が自分とこう、まあ、例えば委員会で一緒になったとして、話してる時にちょっとこう上目遣いで見られる時にちょっと可愛いなって思ってしまうとか、多分ここって男ってどうしても避けられないんですよ。彼女がおるおらんって多分関係なくなっちゃうんですよね、そこって。なんですけど、やっぱこう
化粧がないすっぴんの姿っていうのをこう見せてくれるっていうのは その子は見せてくれないじゃないですか、その可愛いと思った子は。だそこだけでやっぱこう特別感をここ男性は感じるわけで、女性はそうやって男性のこう対応とか頭なでなでしてくれるとか、多分そういう行動面やと思うんですね。だ男はなんか多分より表面的に近いかもしれないんですけど、なんかやっぱそこがやっぱ男女の感覚的な違いではあるんかなと思うんですけど、ただやっぱりその、ね、今こう話してきましたけど、化粧ってやっぱりこうすごい努力されてるじゃないですか。だって毎日毎日化粧してるとやっぱり肌が荒れてきたりとか、それのケアもまた大変だしとか、お金もかさむしとか、もう多分相当お金かかってると思うんですね。でどれぐらい、それこそ一月にどれぐらいのお金をかけられてるのか平均とかは正直知らないんですけれども、例えば男性がそれもしあったとしたら、俺できてたかなって思って、だそう思うと俺男でよかったんだなって思ったりするんですよ。多分今のこの性格で例えば女性やったとしたら、多分俺化粧してないなって思うんですよね。なんかしなあかんなと思ってたとしても、なんかこうマスクして、例えばちょっと買い物行くとかなってもマスクだけしてメガネして、なんかもう分からんようにして出るとかしてるんちゃうかなって思うんですよ。なんかまあそれこそね、例えば20分30分すん化粧するのにかかると思うんですよ、最低でもね。でもそれをこう毎日して、例えば買い物行くってなったとしても無理やなと思うんですよね。僕は絶対無理じゃないですか、男性。ちょっと普通にまあね、今聞いてもらってるも男性の方はぜひちょっと考えてみてもらいたいんですけど、まあ、例えば自分がもし女性やったとして、まあじゃあ今からちょっとまあ遠出して都会に出ますと、電車でじゃあ1時間ぐらい乗って都会に出ますと。で、まあ、化粧しますよね、多分ね。で化粧バタから毎日じゃあしてる人間で、まあ手慣れてるとして、まあ、30分ぐらいかかって化粧を完成させますと。で買い物行くじゃないですか。まあ多分それは普通にできると思うんですね。多分しないとあかんなというか、多分無意識にやってると思うんですけど、でもそれが例えばこう地元のスーパーにとか、ちょっと近所のコンビニにちょっとだけ買い物に行くとかってなった時に、化粧できます？多分できないと思うんですよね。多分女性もね、同じように僕らと同じ、今僕が言ったようなことでできないと思ってる方もいらっしゃると思いますし、こう分からないようにしてる方もいらっしゃると思うんですけど、僕ね思うんですけど、あのもちろんね隠したいっていう気持ちは分かります、マスクとかして。で特に今の時期はマスクしないとダメなんですけど、まあね、コロナウイルスの影響もあってしないとダメなんですけど、僕ねそこまで隠す必要はもしかしたらないんじゃないかなとは思ったりするんですよ。まあ、もし自分が女性じゃないか分かんないですよ、もしかしたら隠してるかもしれないですし。ただやっぱりこうあんまりそこまで恥ずかしがることでもないんじゃないかなとは思ったりしますね。でもそこをもし見せちゃうと、もしかしたらその最初に言ったそのすっぴんが見たいっていう男性の意識ももしかしたら変わってきちゃうんかもしれないですね。なんか普段からその人のすっぴんをもし見れてしまってたとするのであればですけど、でもやっぱ会社とかで会う、言うたら会社とかでお付き合いしてるっていう状態になってくると、会社でしか基本会わないじゃないですか。ってなったらやっぱ会社に来る人は大概まあ化粧して来られてるんで、完成された姿を見てると思うんですけど、そうなった時はやっぱすっぴんを見たいなとは思うかもしれないですけどね。難しいですね、化粧はね。男の僕が言うのもなんですけど、なんて言ったらいいか分かんないですけど、できないですもん僕は絶対。それこそ化粧覚えたりするのも大変やと思いますしね。しかもどうやって教わってんやろうなと思いますし、雑誌とか見て勉強してんやろうなとか、なんかいろんなコスメとかも出てきてるじゃないですか、いっぱいね。いろんな方がプロデュースされたりされてるものとかも出てきてますし、いやもう本当大変やなと思います。女性を見てると本当も尊敬しますね。もう女性として生きるのって結構大変なんやろうなと思います。本当にもう尊い存在ですね、女性っていうのはね。だから男性はね、よりこう大切にしていかなあかんなとは思いますね、女性のことをね。はい、ということで、まあ、今回はですね、ちょっと化粧と、まあ、女性の話もちょっとしたかな。まあ男性がちょっと化粧をするの難しい、まあ、特に日本人の男性とかはちょっとね、あの化粧にはちょっと疎いというか方が多いとは思うんですけれども、もしかしたらこの先その化粧をする男性というのがもしかしたらより増えてくるかもしれないですし、
まあ、どうなっていくか分かんないですけれども、まあ、女性の努力っていうのをやっぱこう認めてあげるというか、認めてあげるというかもう、まあ、それが普通にならなダメなんですけど、そんなことを認識することももしかしたらおかしいかもしれないですけど、その女性の努力っていうのをこう否定するのは間違ってるなと思いますね。化粧しすぎやとか、なんかいろんな人の努力があるわけなんで、まあ、男性もワックスつけるのと同じような感じなんでね、それの時間だけの差なんですけど、まあ、ただすごい努力をされてるなっていうのはやっぱりこう改めてそういう現場を見たりすると思いましたね、はい、ということで、今回のショクラジはですね、今回ここまでで終わらせていただきたいなと思います。じゃあね。